こっちがシャトー、ジャスパーでシャトーって感じです。こっちがシャトーで。だいぶあったかいな。かそこ、そうですね。ね。なんでそんな知ってるの？ちょっと僕そうやって見たらやっぱ似合ってへんかったからそれやめときます。海外。あ正解。50%の確率だったな。適当に当てた。そうない。めちゃくちゃいいやんこれ。これ須田まさきも来てたわけですよね。来てます来てます来てます。ぽいと思った。ミーハンやから。ありがとうございます。はい、こちらが147,180円です。はいはい無事購入しました。またこれで。はい、おはようございます。本日はですね、今から、夫婦でまた買い物に行きたいなと思います。前回あのオレンジっていうセレクトショップに行ったのを動画出したら結構好評やったんで、じゃあ第2弾もやるかということで、現在カメラマンの嫁と私拓蔵がですね、買い物をできるかなと思って大阪市内の方をブラブラと歩いてるんですが、まあこんなこと言っててもまさかそんなお店なんかないですよね。まあこれも2時間ぐらい歩かないかなと思いきや、おあれでパタゴニアとかカナダグースって書いてますね。ちょっと気になるんで、たまたまいいとこ見つけたんでここでも行ってみますか。ほんなレトロ X 棒読みか。レトロ X ベスト。あーかわいいね。うん、靴下もいっぱいあるやん。ほんとだね。3足1,000円。あよく見るやつ。紫がない。あ、ほんとだ。はい、ということで行きたいなと思います。パタゴニアもあるしね、ノースウェスもあるし、はい、ここにロンティもあるやん。あいつ大丈夫気をつけて。あお俺が似合わんかったやつや。似合わんかったやつだ。サイズもありそうやぞこれやったらね。いっぱいあるね。うん、あ M もあるわ。黒な、その代わり。へえ。あの肩幅幅がごつく見えるやつだよね。そうそう。あ、コケムシってるやつあるね。コケムシ色もあるで、M、コケコケ色、ほんとだ。へえ。似合ってたらな、めちゃくちゃ欲しいけど。うん、いかんせん似合ってないから。似合ってなかったからね、うん、残念で、カバン。おう、お家にあるやつ。そう、あるある。スイープで、これなんやろ。あ、これスイープや。で、これがグラニュールな。へえ。っていう感じで、で、パーカーも。あ、紫だ。うん、そこだけなんか2色、ハロウィン色が強いね。あ、秋やからなはい。あ、先にちょっと あの嫁蔵です。ちょっと紹介だけしてください。すいません、すいません、よろしくお願いします。一旦ここ切ってるんでお願いします。あ、これうちらのパーカーの。あ、ほんまやな、似てるね。いやいや、これのあれやん、フードなしバージョンやん。腕もロゴマークないね。うん、ロゴがこれはここはボックスあってんだね。あ、ほんまやな。ね、ちょっと違うね。へえ。かわいいね。マウンテンライトも。へえ。今年の色のやつ。うん、あ、これ取られなかった。え、取れなかったんだ、すごいね。あ、そういうハンガー。クライムもあるわ。へえ。あんでこれちゃう。うん、それだね。うん、前買ったやつな。うん、かわいいね、やっぱり。そう、かわいい。上もなんかフリース、ポーラテックの。へえ。へえ、ちょっとこれどこ、すいません、これってブランドどこですか？マウンテンイクイプメント。へえ、知らんな。このマーク？うん。これ見たことあるかもしれんけど、ようわからん。色かわいいな。ね、かわいいね。うん。クマさんみたいなね。ダウンも入ってるし、セーターも。ちょっと奥にカナダグースがありますね。あ、そうなんですね。はい。あ、本当だ。いっぱいあるね、うん、すごい。カナダグース、これジャスパーとあと何が型があるんですか？ジャスパーとメンズだったら今が、シャトーと、ウィンダムと、マクミランとフリースタイルクルーベストっていうものが。すごいですね、種類結構ありますよね。結構種類あります。へー、上がレディースのモデルになってますね。あ、そうなんだ、はい。へー、ほんならジャスパーのこのミリタリーのやつの、はいはい、L 着てもいいですか？ L サイズ、はい、わかります。ジャストなんよ。あれみたいなね。ぴったりなんよ。え？あの人。いじられてんの今、何？きたーの人。誰？なんだっけ？踊る大捜査線の人。あー、小田裕二？小田裕二みたいになっちゃうね。ぴったりなサイズも。ほんとだね。うん。L？ L。あの、ネイビーとかも着てみていいですか？ネイビーと、ネイビ
はい、僕一回ブラック着たらなんかあのキャッチの店員みたいになったんで、ブラックはちょっと似合わないの分かってるんですけど、ネイビーはもしかしたら。ネイビーの方で。はい、ありがとう。うん、やっぱ出てるな、キャッチの店員が、うん、出ちゃってね、ちょっとダメだね。店員さんが悪いわけじゃないねんけど、なんか俺が多分うまいこと着こなせないよな、多分な、うん、まあ、髪色もあるじゃんね、うん、そうやな、ダメだね。黒髪やったらどうなんやろ。あかん、そのファーが多分似合わないんじゃない。あー、ファーついてるんだ。外したらあれかもしれんけど、うん、そうなのかな、うん、あんま似合ってないね。これでもサイズって僕多分 L ぐらいですよね。そうですね、 L サイズでちょうどだと思います。こんな感じ。うーん、5は出んかったな。他シャトーって海外企画ですよね。はい、そうです、シャトー海外企画。シャトーも1回着てみていいですか。あ、もちろんです。同じサイズでご用意しましょうか。大きいですか。そうですね、ちょっと若干大きいので、まあ、M サイズか L サイズかのどっちかかなと。あ、じゃあ1回同じ L で着てみてもいいですか。はい、すいません。このハンガーってね、これ取れないようになってるんですか。そうです、取れないようにセキュリティ用のハンガーになってます。あー、すげえ。そういうこと。逆にどうやって取るんですか、ほんな。これですか。これはもう商品をそのまんまこう、こう外すっていう。あー、なるほど。ほんなつけっぱなしでって感じなんですね。そうです、そうです、そうです。ちょっとうちにも取り入れようか、これ。多分うちは使いにくいと思う。そうか、そうか。誰も取らんしな。誰も取らない。すいません、ありがとうございます。あ、いえ、これがシャトーですかね。これがシャトーです。あ、確かに着てる感じも若干大きいかもしれないですね。そうですね、結構横幅とかが大きめになります。腕もなんかちょっとやっぱ ゆとりあるというか。あ、そうです、そうです、そうです。さっきと比べたらなんか言い出せるけど、なんかある。これ多少のやつ、それあのシャトーって言ってさっきの着た方のちょっと大きい版で海外バージョンみたいな感じやね、うん、てかもうこれがもともとベースやねんけど。へえ。あのね、ジャスパーが日本企画になってね、ちっちゃく。へえ。見た感じどう、でかく感じへん。あんま分からん。うん、分からんか。大きいかもね、大きいかもね、うん、しかもこっちの方があんまキャッチ感ないかもしれんな。少し大きめなんで結構マグマ風というか ね、に着ていただけるんで。うーん、じゃあすみません、シャトーのこのカーキ色ってあったりしますか。カーキ色、はい。それはちなみにサイズは、これがサイズが S になりますね。あ、ほんな入らんか。あ、もし代行あったら、あ、もし切れそうやったら着てみてもいいですか。わかりました。申し訳ないです。シャトーのオリーブのサイズなんでしょう。M でも L でもどっちでも、はい。あの、僕は走って逃げないんで、うん。逃げる気と思って。前振りがすごい。めちゃめちゃ顔割れてます。ちょっとその間こっちも見させてもらう。あ、ごめんなさい。すみません。なんかレザーの靴とかもかっこいいなとかって思うねんな。履きこなされへんけどさ。うん、そうだね、履きこなすが、履いてお出かけすることが、え、そう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 、ね、お出かけすることがないからね。うん、やっぱりあれですね、カナダグースって言ったらシャトー、ジャスパーあたりが、まあ、定番っちゃ定番な感じですね。そうですね、ただ日本では結構ジャスパーが、まあ、メジャーには出るかと思います、ね。ちなみに店員さんの今おすすめのアウターとかって何かありますか。おすすめのアウターですか。おすすめのアウターは、あのオーバーオール似合うって言ったらよっぽどやね、うん、おしゃれ。あ、エクワックス。そうです。あ、あるやん、うん、ファーファーのやつ。そうそうそう、家にあるフリースのダウンバージョン、うんうん、へえ。これがめちゃくちゃおすすめです。クリマロフトなんで、もうこのままお洗濯も可能ですし。あ、しかもめちゃくちゃ似合いそうですね。ほんで、うん、ですが、これはこれ須田まさきも着てたんですよね。着てます、着てます、着てます。ぽいと思った。ミーハーやから、うん、須田まさきって言うとよく見えんねんろ、途端に、うん、これでもレベル7でしたっけのやつって、はい、もう結構すぐ完売したりしますもんね、冬になったら。しますし、ブラックが結構希少で、あ、ミリタリーみたいなの見ますよね。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。あ、そうなんや。どう、須田まさき感出てる。出てない、出てないな、ほんなあかんな。何だろう、誰になってんねやろ、ほんな。なんか切られてる感があるな、俺は。何だろうな、これが似合ってなくないよ。うん、わかるわかる。分かる、わかんねんで。
これサイズってこれはいくつなんですかね。あ、S か、スモールレギュラーって書いてますね。スモール、あ、そうですね、M サイズもあります、ね、ああ、多分僕これちょっと大きいかもしれないですね。店員さん来てもらってもいいですか。人が来てんの見たらまた変わってくるんですよね。めちゃくちゃ似合うやん。なんかわいい。めちゃくちゃ似合うやん。もう須田まさきやんこれ。完全に。本当だ。でちなみに身長何センチですか。170です。170。ジャスト。ジャストぐらいです。あ、大きく見えるな。めちゃくちゃ、え、もっとありそう身長。うんうんうん、本当ですか。うん、もしかしたらだいぶ前に測ったんで伸びてますね。だいぶ伸びてないじゃん。伸びてるかもしれないです。まだ成長期やな。うん、170で S でこんな感じなんや。はい、そうです。めちゃくちゃ似合ってるやん。うん、同じジャケットでもやっぱ着る人が着たらちゃうな。うん、違うね。うん、すげえな。ちょっと僕そうやって見たらやっぱ似合ってへんかったからそれやめときます。店員さんに来てもらってより分かりました。あのシャトー着ます。ありがとうございます。すいません。これはシャトーでサイズが、M サイズですね。でちょっとさっき見させてもらったら袖丈が若干やっぱりシャトーの方が長くなってたので、うんうんうん、M でもありかなっていう感じですね。そうですね。これ、でもダウンの入り方も若干違いますかね。シャトーの方が多い、あんま変わらないんですか。いや、シャトーの方が若干多い、多かったと思いますね。ジャスパーの方が若干減らしてる感じはあるんですかね。そうですね、若干減らしてると思います。ちょっとこう横に迫力あるかもしれんな、こっちの方が、うんうんうん、どう思う、あんま覚えてない。覚えといてくれよ。多分な、ジャスパーの L で日本企画で L やんか。でシャトーなったら M だよな、俺。それ何言ってる？ M ですよね、多分これシャトーやったら。そうですね、M ですね。ただちょっと肩が気になるんで。ああ、確かにな。言われてみたら肩は張ってるかもしれない、うん、若干。袖とかで見たら全然いけるんですけど。もう忘れちゃった。今の覚えてる？うん、なんとなく。うん。あ、シャトー L あるんですか？あ、一回それも着てみます。すいません。あの最初に見たさ、ポーラテックのさ、うん、フリースアーテン上の、うんうん、あれよな、かわいいね、クマさんみたいな、茶色もあったよ、うん、ブラウン、あ、すみません、ありがとうございます、申し訳ないです。あー、そっちやな、 L やな、うん、ここで取りが全然違う、張ってへんわ、全然、うん、ちょっと一回締めてみようか。そうですね、締めてみましょう、うん、こんな感じ。うーん、だいぶあったかいな。でもサイズは L やわ、多分。うん、そうだね、うん、パワーの色が全然違う、ね、あー、それ気になんねんな。うん、すごい気になる。俺全然気にならへんわ。見て見てよ、ほら全然違うじゃん。なんか雰囲気それで変わるよ。あー、そっか。あ、ちょっとあとは細かいディティールだけみたいな。うん、ディティール、うん、どうぞ。これが冬になったらダウンカナダグースなくなったりやっぱするんですか。やっぱりしていきますね。今の時期からはもうなくなってきたりとかしますね。まあもう12月ぐらい入ったらほぼサイズがガンガン欠けてるみたいな感じ。ガンガン欠けていきます。まあ、セールとかかからないですもんね。カナダグースセールとかもうかからないね。定価でサイズあるうちに買っとかなしゃあないって感じですもんね。そうです、そうです、そうです。一番違う点が、あ、ドローコード。そうです、そうです。ここがついてるかどうかっていうところですね。あ、本当にもうこれだけでこう絞れるかどうかとか変わってくるので。あと後ろとかはどうなんですか。あ、一緒か。後ろは基本的にはこのパッチとかは一緒にはなってますね、うん、こっちがシャトー、いや、ジャスパーでシャトーって感じですね。こっちがシャトーです、うんうん、分かってる。シャトーブリアンって覚えてる。シャトーは日本、海外どっちでしょう。海外。お、正解。お、 50% の確率だったな。適当に言った、当てた。そうなんや。じゃあそれぐらいな違いなんですね。そうですね、基本的に大きな違いといえば、うんうん、ここですかね。ポケットとかも特に中にフリースがついててって感じですもんね。そうですね、中にフリースもついてるって感じですね。あ、ほんなんもほぼほぼ一緒なんや。あとはサイズ感がちょっとギュッてなってドローコードがついてるって言ったらシャトーになってくるし、ちょっと細くなってドロコードがないって言ったらジャスパーになってくる。になります。あれ見ないの。そうやね、フリースやろ、うんうん、あ、ごめんごめん、順番があった、ここにあるじゃん。あ、ほんまやな。なんだなんだ、こんなところにおねむりさんしてたんか。あ、ウールリッチもあるで。うん、聞いたことある。うん、
フールリッチってな、うん、あのアメリカのブランドやん。あ、たっくんこれさ見て、黒とさ、うん、いろんな色あるじゃん。え、4色あんねんで。いや、そうだったんだ。前も黒、俺着とったやん。黒は知ってるよ。でもネイビーもあったやん。え、あの店に。うん。あ、ほんと。うん。オレンジ。うん、あのグレーもあるよ。え、グレーもあったよ。うん、知ってる知ってる。あ、知ってた。うん、グレーは俺パーカー自分で作るからって言ってこっちにしたやん。あ、そっか。ね、多分見てくれてる人やったら多分覚えてると思うけどさ。そうなんですね、うん、ちょっとウールリッチもあるよから上見てみる。これも有名な、もうウールリッチといえばっていう、間違いなくアークティックダウン。へえ、あ、すみません、ありがとうございます。これ素材がさ、はい、ゴアテックス使ってんね。へえ、すげえな。これも気にはなってたんですよね。あー、かっこいいですよね。ねえ、あのさ、水沢ダウン買ったからなんか似てない？水沢ダウン、うん、似てる？似てない？全然ちゃうで。全然ちゃうか、うん、黒だからかな、じゃあ。そうやと思う。そっか、パワーもなかったしな、あれ。あ、そうだな、うん、全然違うか。あ、すみません、ありがとうございます。あ、あれやな、こう男っぽい感じやな、うん、ちょっとゆったりしててみたいな、うん、めちゃくちゃこのカメラの後ろで店員さんがうなずいてくれてんの。こう喋ってるけど、うん、そうそうそうみたいな。ごめん、私何も反応なくても、もうないから。後ろでちゃんとうなずいてくれてる、喋りがいがある、めちゃくちゃ。ごめんごめん。あの前回のオレンジの時なんか反応、カメラマン反応せえへん、後ろ誰もおらんっていう一番辛い状況やったから。今日後ろでギャラリーが反応してくれてるからありがたい。よかったね、やりがいがあるね。セントジェームス、誰だろう。誰だろう。ジェームス。これロンティといえばやねん。フランスかなんかですよね、確か。そうです、そうです。で、ちなみにラフェンハムっていう、はい、ブランドとのコラボになってます。あ、お前こことか入ってる。へえ。それって何かもコラボしてた？何が？このここのここ。こんなんいっぱいやってる、みんな。いっぱいやってますよね。ありとあらゆるセレクトショップで。そっか。でもこのボーダーのやつが。なんかここピカソかなんかも来てたんですよね、確か。ピカソ、これ、そうですね。ね、なんでそんな知ってるの。めちゃめちゃ詳しい。フグが好きやからやん。あのピカソも愛したって言って有名やね。へえ。やっぱこのフリースに帰ってきたな。この色どっちかやな、多分。思わん。うん、君多分濃いの似合わないんじゃない。こっちか。うん、どっちかって言ったら。うん、確かにこれ可愛いよな、うん、だってポーラデックやで、言うだって。なんだっけポーラデックって。あのフリースのあるよね、そう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 、ノースの黒のやつでしょ、私が。そう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 。で、タックンがあれでしょ、シェープピタンみたいな感じのフリースのメーカーみたいな。ポーラデックが何がいいの。軽くてあったかいね。へえ。で、同じフリースでもポーラデックのやつやったら軽さが出んねんか。火通さないってやつ。火通さへんのは私が。あ、違う、うん。多分この話何回もしたことあるけど、うん、多分してると思うけど、多分聞く耳ないからね。うん、そうだね。ちょっとちっちゃい気がして。これサイズ、あ、 S、 S か、どう、あんまりか。可愛くなっちゃったんか。可愛くなっちゃったね。あのパタゴニアのフリース同様、そういう色やっぱ可愛くなっちゃうね。え、ほんま。いや、でも大きい、それちっちゃいからかな今。ああ、俺な、ありな気するけど、うん、あ、ちょっと、パーソナルカラー的には全然そうか合ってるよ、多分いいんじゃない。めちゃくちゃいいですやん、これ。え、めちゃくちゃいいですやん、ね、一歩間違えたおじいちゃんの肌着みたいな。なんか見とかんでいい、なんか自分、自分、うん、でメンズやん。ほな L やな。 L? L じゃない、うん、わかんない。 L かなとは思うんですけど、どうかな。困りました。一度ちょっとご用意しますね。あ、すいません、申し訳ないです。ちなみにこちらの品番もあるんですけど、カーディガンタイプのものです。あ、カーディガン大丈夫ですか。これ可愛らしいな、また。そうですね、どう、 こっちの方がいいよな、クルネックの方が。 そっちだとおじいちゃんなしちゃいそうだね、君。 V ネックだからなんか。ああ、ほんで、じゃあおじいちゃんならないようにしようか。うん、まあ、すみません、これの L で一回着てみてもいいですか。すみません、申し訳ないです。この色で大丈夫ですか。はい、その色でお願いします。合わんかなとか思ってたんですけど、はい、いや、絶対似合うと思います。思いますか。いや、なんかあのエクワックスが似合わんかったからもう相当ダメージ受けてるんですよ。実はこっそり。弱。めちゃくちゃいいやん、これ。モコモコで可愛いね、うん。あ、もうめちゃくちゃいいやん、これ。どう、かわいいじゃん。 L やな。いいじゃん、かわいい。うん、L でした。L でした。うん。
それ貸してね。いや、かわいい。私もそんなってその色似合うじゃん。私もその色似合うじゃないのそれ。なんかあとおすすめとかなんかあったりしますか。おすすめはキャプテンサンシャイン。あ、僕の大好きなブランドで。あ、そうね。これがめちゃめちゃおすすめなんです。へえ。よくあの横に一列だけ配色してるのありますよね、毎年。あの T シャツの中で結構ご用意はさせてもらってるんですけど、去年まではあの後ろのボーダーがなんか例えばネイビーネイビーだったりとか、はい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 、あの赤黒だったりとかしたんですけど、あ、そうね、まあ、今季がちょっとあの今年らしくあのクレイジーパターンでご用意になってて、でこっちがラインでみたいな。そうです。でこっちも実はラインが薄くなんですけど、あ、本当だ、入ってる。うまいな。へえ。微妙に入ってて、微妙に入ってる。この塩梅がすごくかっこよくて、あ、キャプテンサンシャインとかって感度高い人は好きでしょうね。そうですね、結構好きですね。キャプテン、キャプテン、うん、日本のブランドやね。へえ。だけどまだ7年とかぐらいですよね。そうです、そうです。夏に始まって、でそこからまだ7年とかそれぐらいの、うんうん、だけどおしゃれな人がよく来てる。名前されてるもんね、キャプテンサンシャイン。パウダーとかもあるんですか、キャプテンサンシャイン。あ、あります。あ、出してんねや。ちょうどおそらく徳造さんが好きであろうゴアテックスプロを使った、うわモンスターパウダーがあって、あれがプニックのめちゃめちゃ目玉で。へえ、目玉。確かにもう手触りちゃいますもんね。そう、パリパリなんですよ。うんうんうん、こっちの方がマットな仕上がりになってますね。確かにこれ結構値段しそうですね。あ、やっぱするな。なんぼすると思う。5万ぐらい。倍。10万ぐらいする。へえ。まあ93,500円。すごい、ね。でもこれはすると思うわ。これはしますね。ねえ、ベンチレーションとかもついてるし、もちろんデザインとかも洗練されてるやろうし。そうですね。ねえ、機能もデザインもあるっていう。カッパ？まあ、カッパっていうか、そのマウンテンジャケットの待ち版みたいな。まあそんな感じですよね。そうです。ちょ、一回着てみてもいいですか。あ、もちろんです。もうこの9万3000円のマウンテンジャケットに袖通すのがないから。へえ。分からん、着こなせなさそう。あ、無理やで。ほんで店員さん来たら似合うね。うん、そうそう、またダメージ。ほんでキャプテンサンシャインもっと遠のくね。え、無それで、うん、もうこれは似合ったら素材で完全に、うん、なんか小さくなっちゃったみたいなんで、体が。あ、でそういうやつなんやろ多分。ちょっと一回着てみようかな。後ろ姿やばいよ。ああ、ほんまやな。俺は多分着こなされへん。全然着こなしてない。うわ、ほんまやな。でも丈的にはめっちゃいいねんけどな。うん、遊んでください。あ、僕ですか。はい。あ、絶対似合うやろなと思うんで。確かに。あ、すいません、すいません。うわ、似合うな。もうこの段階で似合ってんもんな。うん、髪型もあるよ。ああ、俺もほんなら前髪パツンしたんかな。パツンじゃん。パツンされてるんですよね。パツンしてます。めちゃくちゃ似合ってるけどな、その髪型も。本当ですか。はい、うわ、あ、めちゃくちゃ似合う。かっこいい。うん、こうやって切るんだ。正解が見れてよかった。うまいな、正しい着方。正しい着方見れてよかった。またあれやで、失敗を見せるから振り幅がね、しっかりな。あ、そうかそうか。俺がちゃんと振りになってね。ああ、いいな。こうやって見ていいなと思って実際着たらやっぱまた違うかったりするから、やっぱ着てみやな、わからんな。あ、まあ、かっこいいのはかっこいいですけどね。俺は無理やった。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと差を見せつけられたらいいですね。あ、すごいよ。すごい、こういうの見たことないから。あ、すごい。ブーツの中身見てみたから。すごいね。うん、スパーンって言ってんね。めっちゃ足んねえ。うん、なんかこっち側から見てみ。ん、靴履いてるの見えるよ。うん、こっち側から見てみ。スパーン。あ、スパーン。セーターもね、そっち見てないね、あんまり。うん、赤色あるじゃん。セーターといえばやっぱりスコットランドなんですよね。へえ。スコットランドっていうとやっぱり寮とかがあるんですけど。お酒ってイメージがある。ああ、でもそうやな、それもあるかもしれんけど、あのラグビーやってたよ前、日本代表とさ。ほうほう。なんかその寮とか島国やからさ、日本と一緒でさ、だから寮が栄えねんけど、でそれの奥さんが手で編んで旦那さんに寮の服を着させていったのがニットの始まりやったとかっていう話もある。ほんまかどうか知らんけど、今の嘘やったらあのバッサリいくけど、ほんまかどうかわからん。その下の茶色かわいい、真ん中の。あ、これ？それめっちゃかわいい。うんうんうん、なんか大人の男性の色。確かに。こんなんデート着る、なんか着てきたらさ、うん、大人だなと思うよね。確かに。まあまあこういうのは素材。あ、黒髪だったら似合ってたね。
あそうかもな、やっぱ髪の毛がこれやからあんまニットの大人な感じじゃないんかもしれん、うん、君の大人黒髪で大人な感じ好きだったのに、そんな時もあったもんな昔は、うん、なのに今どうした、栗みたいな、どんぐりみたいな、誰がどんぐりだよいう感じになってますので、皆さんもこの、このロックがないバージョン、こっちのバージョンでも、盗まないように気をつけてくださいということは一言言っておいて、ここで会見に行きたいなと思います。はい、すいません、ありがとうございます。あ、いえ、ありがとうございます。すいません、じゃあそれではお願いします。結構見てたら、好きな感じが多いです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。気になってるやつもいっぱいあるし、ありがとうございます、嬉しいです。いつかキャプテンサンシャインが似合う男になりたいな。おっと、今年のアルパインライトパンツかな、これは道路ライトかな、道路ライトやな、これ道路ライトや。へー、あの C に毛玉ができちゃったやつ。違う違う、あの緑のやつ、あれやん俺。あ、はい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 、はい、同じやつね。さん、ありがとうございます、はい、こちらが2点で147,180円です、はいはい、もうちょっとしたらまた冬物とかもガッと出てくるんですか、もう出揃ってる。いや、まだまだ。あ、そうなんや、10月がやっぱり入荷ラッシュになってきて。あ、そうなんや、ほんでまた来やなかんないつでも、はい、すいません。それ糸とかもあるから、なんかやったりするんですか。ここでお直し、できる人がいる。あ、へえ、すげえな。まあ、じゃあちょっと待っとったら仕上げてくれると。すごいよな、めちゃくちゃ数あるで、多分見切れてないで、今日だけで、うん、全然、うん、見切れてないと思う、ね、へえ、あ、そうか、アウターとか、そうか、そうか。ありがとうございました。ありがとうございます。また来させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、ということでですね、無事購入しました。またこれレビュー動画作るので、それは楽しみにしておいてください。トラック走る。はい、ではまたレビュー動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ルプシ置いてるかな。ちょっと行きたいなと思います。ちょっとさっきカフェのお姉さんとこで顔出しに行きましょうか。ありがとう、嬉しい。あ、ここだ、ありました。この中に一回ちょっと上げて。はい、それでは買ってきました。